こんにちは。はい。さあ、豊さん。何でしょう。今見て昨シーズンとか、まあ、最近ではなくなったんですけれども、あれ阪神のマルテ選手が一塁から二塁への盗塁の時に結構こう、あ、今のはちょっと危ないスライディングだなとか、足上がる選手はいるよね、はいはい、で最近で見なくなったじゃないですか、まあ、禁止されてる厳しいんで、でも禁止される前って結構いたのかなっていう、まあ無防備だよねもう俺が死ぬぐらいだったら殺したるみたいな、そんな感じのスライディングってあったからね。特にセカンドを守ってる選手、ショートを守ってる選手ってそういうのを感じながらベースに入るじゃないですか。まあね、例えばね、はい、今ね野球が変わってきてフライボール革命とか言ってね、はい、まあ、ちょっと下から煽るような、うん、でまあ、ホームランを量産させるためって、はい、現代野球ってさ、メジャーもそうなんだけど、ホームランか走塁で試合が決まるっていうケースが多いんだよね、はい、だからホームランが少ないチームっていうのはやっぱ足を絡めなきゃいけない、うん、ということは盗塁っていうのはその中の一つの武器だと思うんだけど、はい、昔と比べると、うん、俺が引退してからうまいなと思ったのは西武時代の片岡と、はいはい、赤星だな。阪神時代のスライディングがやっぱうまい、スピードが落ちない。例えば片岡選手はどんなスライディングをするんですか。いや、 やっぱこうスピードが落ちないのがやっぱこうスライディングだからさ。本来だってスピードってどっかで落ちてきたりとか、例えば最初がちょっと遅い。いや、もうずっと止まる人もいるよね滑りすぎてあ、ずずずずそうそうそう、届かない。まあまあそういう選手もいるんだけど、でもうまいって感じたのは、うん、やっぱその2人で、それ以降の盗塁王でうま、ん、いって感じるのは、あ、山田哲人も多少うまいか。他あんまりいないんだよね、スライディングがうまいっていう。例えばその足が速いからといって、うん、そのスライディングとか盗塁がうまいとはつながらないっていうこと。つながらないと思うけどね、うん、でもね、松本忠さん、巨人のね、巨人の、はい、青い稲妻、はい、と言われた人で、セカンド守ってるじゃん、うん、ね、パッと入るじゃない、はい、あ、これはアウトになると思ったら、うん、めちゃくちゃ速いんだよ。え、スライディングしてるっていうぐらい、なんかね、下氷じゃないかっていうぐらい滑ってくる。いや、もうオリンピックじゃないけど、はい、ソーンと来るんだよ。そんな速いんですか。だからアウトになると思ったら、うん、こうやってやったらもう足がパーンと入ってきてるの。他の選手と何が違うんでしょう、ね、いや、やっぱりね、こう入り方なんだよね。飛んでもないし、はい、もう本当にこう走りながらスッと入ってくっていう。その地面とのなんかそのスレスレのところ、福本さんの。ああ、福本さん、はいはい、やっぱね、数多くする人ってやっぱスライディングってうまいの。だから松本さんなんかやっぱ80個近くする選手だったからね、はい、あとは吉子さん、迫力があったの。あ、またちょっと意味合いが違ってきますね、迫力。いや、もうね、やっぱこうパッと入った時に見た時にもう、あ、これ手入れたらいかれるって思うぐらい。いや、足上げてないんだよ、はい、でもものすごい近いんだよ、スパーンと来るんだよ、勢いよく。タッチするのも、これがベースだとしたら、ここに置けってよく言われてたんだよ、はい、滑ってくるところに、うん、置いたらやられると思うぐらいの。だからパーンと払わなきゃいけないという。あ、そうなんですね。そういうスライディングをしてたんだ、吉子さんとか。だ、松本さんはどっちかっていうと、その手前でのスライディングっていうから、向こう側から滑るように来て、綺麗綺麗で、吉彦さんは近くからの迫力のある、迫力があったな。へー、だからタッチはやっぱ松本さんの方がしやすいよ、サーンとくるから、はい、だからタッチはパーンと置いてたって怪我しないと思うけど、うん、吉子さん置いてたら行かれると思う。だからその2つ、迫力が、その2つ選手が一塁ベースに立ってると嫌ですね。嫌だよね、俺も下手な方ではなかったと思うけど、はい、だから吉子さんと松本さんと比べた時には、やっぱ松本忠さんの方が、やっぱ青い稲妻の方が、うん、稲妻みたいにバーンと入ってきてたよ。そうなんですね、うん、だから、まあ、そういうスライディングも一つの技術として現代野球で取り入れなきゃだめだな。そうです、スライディングはね、すごく大事な分野だと思うよ。でね、まあ、余談になるかもわからないけどね、はい、もうこいつが出たら絶対嫌だ、まあ、こいつって一つ上の先輩なんだけどさ失礼です、ね、まあ、阪神の北村さんっていうのがいたんだけど、もうこれ名前出しちゃっていいよな、もう、もういいですよ、もう大昔のことだから、はい、まあ、北村さんも64だから、ね、もうおっさんだから名前出した方がいいでしょ、逆にね、はい、北村さんっていうような人がいて、はい、足上げてくるんだよ。いや、それどう、通るんだ、足もさほど、まあ、速いのかもわからないけど、盗塁の技術もそんなにない人なんだよね、はい、結
走ってくる方だったんですか、うん、ダイソーでも出てきて、まあ、そこそこは早かったんだろう、はい、でもまあ聞いたら岡田さんとかに、うん、バカあいつお前ロッカーでヤスリで歯磨いてるぞみたいな怖いとか思いながら、いやちょっとなんか殺気を感じますね。だからまあそういう時代があったんだよ。だからもうあ北村さんかと思ってで、あ来たと思ったらどうなるんですか。あ、いやそれで俺がセカンド守ってるじゃん、で森内がショートだとするじゃん、はい、後輩だと、ね、俺がどっちで盗塁走ってきたら入るかっていうことを決めるんだよ一球一球、はい、であーって言ったら、うん、か口開けてグローブかけてあーってやったらお前なみたいな感じだった全部口開けっぱなしだもん北村さんの時そうそうそういやいやそらね怖いよ。え、ゆたかさんそれでなんかちょっと本当にヒヤッとした思いってありました？いやある俺らさ、まあ、平気でこうやってやってるけど、はい、いろんなことをね、はい、生傷耐えなかったから足とか、うん、それでもうヤスリで蹴らやっててバーンってやったらもう裂傷だから。いや血出ちゃいますもん。そうよ。ありました？気づいたらあれこの傷。いやあるよもちろん。あれユニフォームが破れてる。お前いやだから緊張してるしさ興奮もしてるから、はいはい、痛みっていうのは半減してるんだろうけど、うん、だそういうことはあったよね。多分北村さんは今のルールに当てはめちゃうともうアウトに完全になっちゃうと思う。アウトどころかはもうみんなからスパイクは禁止って言われるよもうシューズ普通のシューズでいい普通のシューズを履いててください。もう陸上のシューズはでも履いてこられる可能性もある。そうですそうです。いや危なかったよな。あそういう選手も、まあ、いたんですね。まああの昔はね、その月崩しもあったしね。あそうですよね。だからまあそういうことで、まあ、接触するケースというのは非常に多かった、ね、でも月崩しって明らかにこれ明らかにっていう人もいました。めちゃくちゃある。明らか全部明らかだよ月崩しはもう明らかですよ、ね、なんなら足首持とうかっていう感じで来るからね怖いしがみついてそれとかこう足してた足首をパーンと叩く人がいたから。あ手で、うん手とか手で叩く。だバランス崩せるじゃん。言いません豊子さんその時。いやだから俺もやるしさ足で払ったりとかみんなするんですね見えないとこで。でも汚いスポーツだよな昔はキャッチャーに体当たりとかな。今ダメですけどね。え、うん、でもセカンドで明らかゲッツー崩しの体当たりって言いました。走ってきて体当たりはいない。スライディングは一応する。一応スライディングはする。いやでもさショートが下手で、はい、変なとこ投げられてるともう避けるし時間がなくなるんだよな。そしたらまっすぐ来たらもうその顔面狙ってボール投げるしかないんだよもう避けろみたいな感じでそしたら避けてたけどこんなだってそりゃ避けるよそりゃ。いやみんなだよ遅れた時はたまにいません？そういうちょっと、いや逃げれるタイミングで来るんだったらパッとやって投げて避けてでジャンプしとけばいいんだけどさ、はい、あこっち来ちゃったよみたいなボールこれ時間かかると思ってもうそこまで来てたらもう顔面狙って投げるしかカッて避けるこんなのってゆかかさんも避けてました。当たり前だよあんな至近距離で当たったら困るでしょちょっと救急車ですよ。救急車でしょ。そうですよね、うん、命がけで皆さんセカンドに向かってるってことですよ。いやそりゃそうだ。だから一番セカンドでのなんかそういう乱闘プレーじゃないですけどそういうのも多いですよね。いや乱闘プレーはもう有名なのが、はい、川端かなんかに翔太が川端にタッチしたよ、はい、溝落ちに、うん、それに激怒して自分も悪いんだよそんな腹出してスライディングしてこないでしょ、はい、腹にボーンってやられて息詰まっちゃって、うん、俺からもう怒っちゃって怒っちゃってそれから大乱闘だよやっぱ原因は現場、まあ、当時の中日っていうのは星野さんが率いてて他球団に挨拶するなとか、はい、いろんなことがあったんだよね。で、ヤジ将軍がいてもうとにかくヤジるというでいやそのヤジってたちはそのなんていうの乱闘でボッコボコにされてるというさもう元気盛んなスポーツですね昔はなユニフォームなんかこんなチキチキられてさ星野さんが これダメだったんだってもうさプロレスですよ。もう喧嘩とかプロレスどころかないけどまあそういう厳しいね、はい時代もあったけど、うんまあ、結局この動画何が言いたいかというと、はい、スライディングをやっぱ上手くなった方が得だよと、うん今現代野球ではそうです、ね、現代野球ではそうだよと、うん、ならないと逆に危険もあるし、うんはい、勝てなくなるよ、ね、
そうですね、優勝スライディングね、ちょっと覚えるだけで、うん、やっぱ盗塁の成功率も上がるし、はい、成功したら得点力も上がっていくっていうことだから、うん、でも昔のピッチャーってな、やっぱそういう駆け引きもあったし、うん、今はもうタイムで測るけどね、あ全部時間管理ですよね、うん、だからピッチャーのクイックが取るまで、うん、が 1.2 以下だったら走れない、1.20 以上だったら走れるというような、まあ、一つの目安があったけどさ、はい、昔はなもう癖とか、うん、まあ、そんなんばっかりだったから、ちょっと今度の動画で例えば逆に走りやすかったピッチャー、走りにくかったピッチャー、うん、豊さんの現役時代のとか、どういう現代のピッチャーにそういうピッチャーって当てはまるのかとか、まあ、そういうのちょっと話していきましょう。はい、はいはい。